旨味がめちゃくちゃ詰まってます。ええやんけ。どうも僕です。まあ今夏なんだよね。多分この動画9月に出すんだけど夏なんだよね。今回ねトマトね、僕トマトレシピってそんなないんですよね。生のトマトのレシピやりたいなと思って、で今回はですね無限シリーズ、これはねマジうまいっす。無限テレビとかでも紹介してすごく評判良かったんですけども、トマトって普通に食べても美味しいじゃないですか。なんですけども、これで食べるともうさらに美味しいっていうすごいレシピでございます。旬のね真っ赤なトマト、これを使って無限ツナトマトバジルでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はね真っ赤なトマトです。はい、俺のトマトが真っ赤になる。チーシキンのエルフレーク。エルってね、何かって言うと、キハダマグロの漬けなんで、キハダマグロの漬けがいいです。マイルドだと、カツオなんで、僕はカツオより、キハダマグロのが好き。あと、ニンニク一かけ。あと、オリーブオイルです。もう、ほぼこんだけ。あと、調味料は概要欄に書いてありますんで、めちゃくちゃ食べてください。じゃあ、飲んでいいですか？もう。じゃあ、飲んでいきます。最近、ずっとレモンサワーだけどね。今日はこのコンクにしようかな。ということで皆さん、無限レモンサワーで乾杯。はい、いらっしゃい。じゃあ無限酒地獄。無限酒地獄。今日はまだまだいくよみんな。やっていきたいと思います。これね、超簡単だからもう。じゃあ切っていきます。これヘタのところは食べられないんで、でもしくはこうやってこうやってこの V の字に切ると、はい、そうするとヘタがねちゃんとこうやって取れると。こうやって1センチ幅に、こんな感じで切っていきます。はい、はい、乱切りとかでもいいんですけども、僕はこうやってスライスにする方が、いつも慣れてるんでね。はい、じゃあ全部切り終わりましたね。で全部切り終わったらもうねこれねもうね漬けタッパーにね入れちゃう。トマトはねこのまま食べても美味しいので、まあ僕あんまりこのままでは食べないんですけども、はい、じゃあここで今回はねもうこの保存容器で調理します。もうトマトトマト C ですね、これね。トマトトマト C ですけども、ここにですね、まあまずはこの何ニンニクね、今回ね生で入れちゃいます。ただこの大きいトマトに対して一かけなんで、でここにツナ、今回ね僕はね大盛りで作ってますけども、半量で作っていただいても構いません。でこれもう油ごと入れてください。これなんで油ごとかっていうと、この油ね、ツナのうまみがめちゃくちゃ詰まってます。今回は、ね、余すとこなく使っていく。あもうバッツバッツ。はい、そしたらですねオリーブオイルなんですけども、まあ、これはね大さじまあ2ぐらいでいいかな。はい、であとね味付け、マナブが小さじ半ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 振りです。黒胡椒も入れます。あ、黒胡椒重とるね、3倍ね。ちょっと黒くなっちゃったけど、まあ、これはお好みでいいですから。はい、でもうね混ぜていく。で味見欠かさないでください。今回ね小さじ半分入れてますけども、もうちょっとしょっぱい方がいい方は入れてもいいんで、じゃあちょっと俺もうちょいやってもいいと思う。すいません、これから酒飲むんで皆さんは適量で大丈夫です。はい、これはねでもね味見しながら決めてった方がいい。でこれはトマトってね結構ねすぐね浸かるんで、そのまま味見して、いい塩加減だったらもう OK。 こんな感じかな。どうですか、美味しそうでしょこれ。で皆さんこれで一応完成は完成なんですけども、もちろんこのままで食べられます。なんですけど、できたらですよ。
できたら冷蔵庫でキンキンに冷やすとこれまたうまいんで、ちょっと漬け込む、漬け込むとねまた味が馴染みますんで、これ30分ぐらい、30分から1時間漬け込みましょう。はい、じゃあもうあの漬け込んでいきます。その間に僕もお酒で漬け込んでおきますんで、はい、じゃあこれ後で試食します。はい、ということで大体何分ぐらいやった？1時間ぐらい漬け込まれました。ということでどうなってるのか、箱の中身は何でしょうな。パカ、はい、あんま変わってないですね。でここにあのもう彩りの色、彩りの色をかけていきます。はい、これパセリかかってるとパセリかかってないと、ね、もうね、なんかね全然違うんですよ、このやる気が。うん、なんかこのパセリをかけただけで、あ、なんかやってくれたな感が出るんで、やってくれたかな感のためにパセリを振ります。はい、ええやんけ、無限トマト漬け完成でございます。はい、それではできました。ありがとうございます。食べちゃって結構さっさっかい。じゃあ皆さん、いただきます。これはうまいわ。冷やしといたからかすごい味が染みてる。もはやね、飲める。トマトだけだとトマトトマトなんだけど、ツナが入ることによってトマトツナトマトなんだよ。つまり食べ応えが増してるってことだね。めちゃくちゃうまい。全部いける、全部いけるけど、てつや、よいしょーい、いただきます。いただきます。ちょっとあんの、これないじゃん。持ってくるよ。あ、ちょうどいいね。めっちゃさっぱりしてるでしょ。お通しだね。これはね、もう分かった、もうこれこそが無限だと思う。じゃあ俺今からこれ全部食えって言ってすぐ食えるもん。全部食えちゃう。じゃあこの、なんだこれ、無限ツナトマトマリネ、今回作ったんで、あ、皆さんもう本当に無限領域に入ってほしいですね。はい、じゃあもう切っていいよ。本当は切っていい。もういいかな。まあまあいいや、たまにや。もうたま、うん、いいかな。いや、まあいいや、いいかな。トモが切ってくれない。大丈夫、俺とあのトマト酔っ払ってた方が切れるから。思考シリーズの包丁の扱いとかすげえ遅くないこれ。1本目だから。4本目のベロベロに酔っ払ってた時のが全然早いんだもん、包丁。あれ不思議だよね。大事、不思議だわ。多分ね、包丁に対するね、あの包丁に対するね、こう怖さがなくなるんだよね。それやばいやつ。やばいやつ。恐怖心がなくなる。